大気伝説の残る、樹蔵費月照寺は、島根県松江市街中原町にある浄土宗の寺院。境内にある、松江藩主、松平家の墓所は、国の史跡に指定されている。出雲国新仏霊場第5番札所、松江市立第一中学校と隣接する。この地には、道雲寺という禅寺があった。長く荒廃していたが、松江藩主大藩主、 松平直政は、聖母の月照院の礼拝安置所として、1664年に、この寺を再興した。浄土宗の長穂まれを回帰とし、猛攻山月照寺と改めた。直政は1666年に、江戸で死去したが、臨終の際に、我が百年の後、命を終わらばこのところに墳墓を築き、そこのところをば、早々の地となさんと残した。二代藩主、 綱高は父、直政の異名を次境内に直政の病所を営んだ。この際に三号を現在の関係山と改めた。以後、九代藩主までの墓所となった。茶人藩主として、著名な七代藩主、不昧の病門は、松江の名校、小林女弟の作によるとされ、見事な彫刻が見られる。境内には不昧を抱えの力士であった、来伝ため右右衛門の石踏みがある。 また、不昧が建てた茶室、大園案がある。1891年、松江に訪れた小泉八雲はこの寺をこよなく愛し、墓所をここに定めたいと思っていたそうである。境内にある初代より九代藩主までのびよは、保存状態が極めて良好である。このため、松江藩主松平家墓所として1996年3月29日に国の史跡に指定された。 高魔院と大円園案の病門は、島根県の有形文化財に指定されている。境内には宝物殿があり、歴代藩主の遺品が展示されている。また、紫陽花が数多く植えられており、紫陽花寺として、開花時期には多くの観光客が訪れる。六代藩主、宗広市の美容所にある、樹蔵碑の土台となっている大器は、夜な夜な末裔の町を徘徊したと言われる。 下のハス池にある水を飲み、ボガン小石、クタミ小石、と街中を暴れ回ったという。この伝説は、ヤクモの随筆、知られざる日本の面影で紹介されている。この、ボガン、クタミとは、この、大気の材料となった石材の元岩とその産地の、ことである。不昧は三十キロ製方の出雲市クタミ町の山中より堅牢で緑色の美しいクタミ石を、材料として選ぶが、 この岩はかつて九ン大宮が登竜したとされる人跡で切り出しや運搬には難儀を極めたようでもある。こうした真意を恐れた不満以降は、お抱えの絵師に延命地像像を描かせ、残った岩に宣告し崇めている。この延命地像は不満にあやかり、親孝行岩として現在も信仰されている。現在では、この大器の頭を撫でると長生きできると言われている。 史跡島根県指定有形文化財、郵便番号6900875島根県、松江市街中原町179。ありがとうございます。